セルゲイ・セルゲイ・ビーチ・プロコフィエフは、ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。数多くの形式の音楽に傑作を残したことで、知られており、20世紀の大作曲家の一人であると認知されている。作品には、三つのオレンジへの恋の行進曲、組曲、キー・ジェ・チューイ、バレエ音楽、ロメオとジュリエット、ピーターとオオカミといったような、広く聴かれる楽曲がある。 確立された方や、様式の中で取り組み生み出された作品には、終作を除くと7つのオペラ、7つの公共曲、8つのバレエ音楽、5つのピアノ競奏曲、2つのバイオリン競奏曲、1つのチェロ競奏曲と、チェロと還元楽のための公共的競奏曲、そして9つのピアノソナタがある。低成期のロシアに生を受け、13歳で、 サンクトペテルブルク音楽院で作曲、ピアノを学ぶ。音楽院を卒業したプロコフィエフは当初因習を打ち破る作曲家兼ピアニストとして名を挙げた。最初の2曲のピアノ競奏曲のように不協和音と超絶技巧にネーモーさを見せる作品群を自分の楽器であるピアノのために書いて悪名を高めたのである。1915年、還元楽のための スキタイ組曲により、一般的な作曲家兼ピアニストの枠組みから、明確に抜け出す。これはもともとバレエリュスのセルゲー・ディアギレフの移植により、作曲されたバレエ音楽から編み直された作品だった。ディアギレフはさらに3作のバレエ音楽、同化し、鋼鉄の歩み、宝刀息子をプロコフィエフに移植しており、そのすべてが、初演時に評論家と同業者にセンセーションを巻き起こした。 しかし、プロコフィエフが最も関心を注いだのは、オペラであり、賭博者や、炎の天使など数作品を作曲した。三つのオレンジへの恋は、シカゴオペラ協会のために書かれた後に10年以上に、渡り、ヨーロッパとロシアで上演され、彼の生前のオペラでの成功作の一つとなった。1917年のロシア革命以後は、ソビエトの大臣であったアナトリール・ナチャルスキーの、 公認を得て、ロシアを後にし、アメリカ合衆国、ドイツ、パリと居住地を移しながら作曲家、ピアニスト、指揮者として、生計を立てた。この頃に、スペイン出身の歌手であったカロリナ・コディナと、結婚、二人の息子を設けた。1930年代の初めには、世界恐慌によりアメリカや、西ヨーロッパで、プロコフィエフのバレエやオペラの上演機会が減少する。 自らを第一に作曲家であるとみなしていた。彼はピアニストとして演奏旅行をしなければならないこの時に憤慨し、新作の移植のためにソビート連邦へ向かうことが多くなっていく。そして1936年にはついに家族を連れて祖国へ戻ることになった。祖国では特にキーゼ中尉ピーターと狼ロメオとジュリエット、そしてとりわけ、 アレクサンドルネフスキーがいくらかの成功を収めた。ナチスによるソ連侵攻に鼓舞されたプロコフィエフは最大の野心作としてレフトルストイの戦争と平和のオペラ化を行う。1948年に非民主的形式主義との批判を受けた。にもかかわらず、ロシアの新しい世代の演奏家であるスビアトスラフ・リヒテル、ムスティスラフ・ロストロポービチらから個人的に また芸術家としての支援を受け、リヒテルには、ピアノ・ソナタ第9番、ロストロポービチには、公共的競争曲を書いている。プロコフィエフに最初に、作曲の指導を施した、作曲家のレーン・オリト・グリエール1891年に、ロシア帝国、エカテリノスラフ県バフムート軍の孫ツオフカに生を受けた。父のセルゲイ・アレクセービチ・プロコフィエフは、 農業技術者で貴族の農場の管理人をしていた。母のマリア・グリゴリエヴなプロコフィエヴァはかつて知れめてフ家に支配されていたノードの家系の出で、その領主の庇護により、ノードのコラバ若くから舞台と芸術について教えを受けていた。プロコフィエフに最初に作曲を教えたレーンゴリ・トグリエールが記すところでは、彼女は美しく聡明な目をした長身の女性自身がいかに、 すれば暖かく純真な雰囲気を作り出せるかを心得ていた。1877年に結婚した後、一家はスモレンスク県にある小さな辞書に移り住んだ。やがて、セルゲイ・アレクセイビチは土壌技術者の職を得て、学生時代に一緒だったドミトリ・ソンツオフに雇われることになる。一家が引っ越したのは、ウクライナのステップの中にある彼の辞書だったのである。 すでに二人の娘を失っていたマリアは、プロコフィエフが生まれるまで音楽に人生を捧げていた。まだ息子が幼い頃には、ピアノのレッスンを受けるためにモスクワもしくは、サンクトペテルブルクで2ヶ月を過ごしていた。主として、ショッパンやベートーベンの作品を夕方に練習していた、母のピアノの音色に触発されたセルゲイは、5歳で初めてのピアノ曲を作曲している。 インドのギャロップという、この作品は、母が譜面に起こしたもので、幼いプロコフィエフが国権に取り組む気が起きなかったという理由で、調理ディア戦法で書かれている。7歳までには、チスの刺し方も覚えた。チスへの情熱は燃え続け、チスの世界王者であるホセラウルカパ・パブランカと知り合いになり、1914年に行われた、多面ザ氏の模擬戦では、勝利を収めている。 ミハイル・ボトビニクとも面識があり、1930年代に幾度か対戦が行われた。9歳になると、最初のオペラ、巨人や助曲、他の様々な商品を作曲していた。1902年、母がモスクワ音楽院の学長を務めていたセルゲー・タネエフに出会い、当初、アレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルの下で、プロコフィエフへのピアノと作曲の指導を開始すべきで、 あると助言を受けた。これは実現せず、タネエフは、代わりに1 9 0 2年の夏に作曲家で、ピアニストのレーン・ゴーリト・グリエールを、ソンツオフ化に向かわせて、プロコフィエフを指導する手はずを整えた。最初の講義が、最終段階に至り、11歳の本人の強い、希望により新米作曲家プロコフィエフは初めて、公共曲の作曲に取り組んだ。 翌年の夏にもグリエールは、ソンツオフカを訪ねて、さらなる指導を行っている。数十年が経過して、グリエールとのレッスンについて記した際、プロコフィエフは、死の思いやりのある教授法に、当然の賞賛を送りつつも、授けられたものが後になって頭から消しさらには、ならなかった、四角紙面のフレーズ構造と、印象的な転調だったことには不平を漏らしていた。それでもなお、 必要であった理論という道具を備えたプロコフィエフは、不協和の火星や、一般的でない表紙の実験を開始している。それを行うにあたっては、彼が、消化曲と呼んだ短いピアノ曲を用い、これが彼独自の音楽形式の基礎を形成していった。1910年頃のサンクトペテルブルク、音楽院息子の才能が開花していく一方で、 プロコフィエフの両親はこれほど幼いうちから子供を音楽の道に進ませて良いものかためらっており、モスクワの有料な高校へ通わせる可能性について考えていた。1904年までに母はモスクワではなくサンクトペテルブルクにすることを心に決めており、プロコフィエフと二人でこの当時の首都を訪ねて教育のために移り住めるのかを探った。二人は サンクトペテルブルク音楽院の教授だったアレクサンドル・グラズノフに紹介され、プロコフィエフに会ってその音楽を見てみたいと壊れる。プロコフィエフはこの時さらに二つのオペラ、無人島で、と、ペスト流行期の主演を完成させており、四作目の、水の性に取り組んでいた。グラズノフは、委託感銘を受け、プロコフィエフの母へ息子に、音楽院の入学試験を受けさせるよう強く勧めた。 プロコフィエフは試験に合格、この年に入学を果たす。クラスメイトの大半に比べて、数年も年少のプロコフィエフは、風変わりで傲慢な人物と見られており、多数の同級生の間違いを記録につけて、彼らを苛立たせた。この時期にはピアノを、アレクサンドル・ウィンクラーに、火星と、退位法を、アナトーリ・レアドフに、指揮法を、ニコライチ・チェレプニンに、冠言楽法を、 ニコライ・リムスキー・コルサコフに学ぶなどした。授業では作曲家のボリス・アサフィエフやニコライ・ミャスコフスキーと一緒になっており、後者とは比較的親密となり、生涯にわたる信仰を育んだ。サンクトペテルブルクの楽団の一員として、自らピアノを演奏して披露した自作曲により賞賛を受ける傍ら、音楽の反逆者として名声を高めた。 1909年には特筆すべきことのない成績で作曲のクラスを卒業している。音楽院には席を置いたままとし、案内シポワにピアノの指導を受け、ジェレプニンの式のレッスンで研鑽を続けた。1910年に父が他界して財政的支援が滞った。幸運にも音楽院の外部で作曲家、ピアニストとして名を馳せ始めており、サンクトペテルブルクの 現代音楽の夕べにも顔を出していた。その場においては、冒険的な自作のピアノ作品を複数披露しており、そうした中に非常に半音階的で不協和な練習曲集作品にがあった。この作品の演奏が夕べの主催者らに強い感銘を与え、プロコフィエフは彼らの誘いで、アルノルト・シェーンベルクの3つのピアノ商品作品11のロシア初演を手掛けることになった。 火星の実験は、ピアノのための、サルカズム作品17でも続いており、ここでは、多調の使用が推し進められている。最初の2作のピアノ競争曲が書かれたのはこの頃で、そのうちピアノ競争曲、第2番は1913年8月23日、パブロフスクでの初演の際にスキャンダルを巻き起こした。ある人物は次のように絶叫して、会場を後にしたと記述している。 こんな未来派の音楽なんか、クソくらえだ。屋根の上の猫ですらマシな音楽を奏でるぞ。一方で、モダニストらは見入られていた。1911年に、ロシアの巧妙な音楽学者で、音楽評論家のアレクサンドル・オシソフスキーから支援がもたらされる。彼が、音楽出版社のユルケンソンに、プロコフィエフに協力的な手紙を送り、これによって、 彼のもとに連絡が届いたのである。プロコフィエフは1913年に初の国外旅行に出てパリとロンドンをめぐり、その中で初めてセルゲイ・ディアギレフのバレーリウスに出会うことになる。1914年、プロコフィエフは音楽院の家庭をピアノ勝負への参加で締めくくる。これはピアノの成績上位5名がシュレーダーのグランドピアノをかけて競う大会であった。 プロコフィエフは自作のピアノ競争曲第1番を演奏して優勝を手にした。その後まもなくロンドンへ赴いたプロコフィエフは工業主のセルゲー・ディアギレフに連絡を取った。ディアギレフはプロコフィエフにとって初めてとなるバレエ、アラートローリーを移植する。しかし、1915年にプロコフィエフがイタリアにいたディアギレフに作品を持って行くと、 ロシア的でないとして拒絶されてしまう。国家的な性格の音楽を書くように強く促した、彼は、ついでバレエ、道化師を移植した。ディア・ギリフの指導に従い、プロコフィエフは、民族史学者のアレクサンドル・アファナーシェフの民話集から、題材を選定し、ストーリーは、ある道化師と旅重なる信用詐欺にまつわるものとなった。これは、以前に、 ディアギレフがイーゴリ・ストラビンスキーにバレエになりうる題材として提案していたもので、プロコフィエフがこれをバレエのシナリオへと落とし込むにあたっては、ディアギレフと彼の振付師、レオニード・マシーンが力を貸した。バレエの経験の少ないプロコフィエフは、ディアギレフの主催にわたる批評に基づいて1920年代に作品に大幅な改定を加えることになり、そうして、 やっと初演にこぎつけたのであった。1921年5月17日のバレエの初演は大きな成功を収め、観客からの惨事に迎えられた。その中には、ジャンコクトー、ストラビンスキー、モーリス・ラベルらの姿もあった。ストラビンスキーは本作を楽しく聴くことができる、ただ一つの現代音楽作品と表し、ラベルは天才の作品と述べた。 1918年頃のプロコフィエフ。第一次世界大戦の最中、プロコフィエフは音楽院に復学してオルガンを学ぶことで徴兵を逃れた。ヒョードルドストエフスキーの小説、賭博者を題材に、オペラ、賭博者を作曲したが、リハーサルは問題に悩まされ続け、1917年に予定されていた初演は2月革命の勃発により、中止を余儀なくされてしまった。 同年の夏には、公共曲第一番、古典が書き上げられた。副題は、プロコフィエフ自身によって付けられており、作曲者曰くハイドンがもし同じ時代に生きていたとしたら用いたであろう、様式の音楽となっている。この作品は、様式的には多かれ少なかれ、古典的であるが、当時の音楽の要素が多分に盛り込まれている。公共曲第一番と時を同じくして生まれたのが、 バイオリン競争曲第1番であった。1917年11月の初演が計画されていたが、どちらの作品も延期となり、それぞれ1918年4月21日、1923年10月18日まで待たねばならなくなった。プロコフィエフはコーカサス地方のキスロボツクにて、一時母と過ごしていた。還元学と合唱のための、 カルデアの祈祷とされたカンタータ。彼らは7人の総副官生後、プロコフィエフは何もすることがなく、宙に浮いた時間が重く自分の両手の上にある状態に陥った。ロシアが今音楽を必要としていないと考え、祖国の騒乱が済み去るまでの間をアメリカ合衆国に運命をかけることを決断した。1918年3月にモスクワとペテルブルクへと向かい、 財政面を整えて、パスポートの手配を行った。5月には米国へと旅立つことになるが、教育人民委員であったアナトリー・ルナチャルスキーから公式に許可を得てのことだった。ルナチャルスキーはこう述べていた。君は音楽の革命家。我々は人生の革命家だ。私たちは一緒になって働かねばならない。だが、君がアメリカに行くことを望むのなら、私は、 君の道に立ちふさがるような真似はすまい。1918年、古典公共局の初演を果たした直後、プロコフィエフはアメリカへの亡命を決意した。5月7日、シベリア鉄道にてモスクワを立つ。31日、鶴ヶ港に上陸し、6月1日に東京に到着した。冬シーズン中の南米行きの船便を探すが、出港した直後で、自便では、 シーズン終了後になることから、8月になるまで日本に滞在してから北米へ向かうことにする。11日までは東京、横浜周辺、12から18日には京都に滞在し、琵琶湖疏水や岩などを散策した。13日に大阪を訪れた後、19から28日にかけて奈良に泊まって、奈良ホテルに宿泊、奈良公園周辺を散策している。 この奈良滞在中にピアノ協奏曲第3番等の原型となった発見四重奏曲の構想が練られた。29日に東京に戻り、以後離日まで東京、横浜周辺に滞在するが、7月19から21日には軽井沢を、28日には箱根を訪れている。さらに7月6日、7日に東京、9日には、 横浜で自作を含むピアノリサイタルを開催した。8月2日にアメリカへ向けて出国した。このプロコフィエフの日本滞在は西洋の大作曲家の最初の日本訪問ということができ、評論家、大田風グ元や徳川ヨリサなどとの交流により、日本の音楽界に少なからず影響を与えたと言われる。セルゲーディアギレフ、1910年。 エンジェル島の入国管理官の審査から解放されて、1918年8月11日にサンフランシスコに到着すると、プロコフィエフは間もなくセルゲイラ・フマニノフラ、著名なロシアからの亡命者と比較されるようになる。デビューを飾ったニューヨークでのソロコンサートはいくつかの契約に結びついた。またシカゴオペラ協会の音楽監督であった。 クレオフォンテカンパニーニとの間に、新作オペラ、三つのオレンジへの恋の上演を行うという契約を結んだ。しかしカンパニーニが病に倒れて他界し、初演は延期となる。この延期もオペラにまつわるプロコフィエフの不運の一つであった。このオペラには、多くの時間と労力が注がれていたため、この失敗は、彼のソリストとしてのキャリアも犠牲にした。気づけば、 たちまち経済的困窮に陥っており、1920年4月には、失敗して、ロシアに戻りたくないと、パリへ向かって旅立っていた。パリでは、ディアギレフのバレールスとの間で契約を再確認した。また、ピアノ競争曲第3番などの未完成のままになっていた旧作を完成させた。三つのオレンジへの恋は、最終的に1921年12月30日に、 シカゴで作曲者自身の指揮により初演されることになった。ディアギレフはこのオペラに興味を示し、1922年6月にプロコフィエフにピアノ伴奏版を演奏するように依頼する。この時には二人とも同化し再演のためにパリにいたため、プロコフィエフは上演の可能性について考えられるようになった。しかし、オーディションの場にいたストラビンスキーは一幕より後を、 聞くのを拒否してしまった。オペラを作曲して、時間を浪費しているという彼の非難に対し、プロコフィエフはストラビンスキーは、自身が誤りに対する体制がないのだから、芸術の情動を主張できる立場にないとやり返した。プロコフィエフによればストラビンスキーは、怒り浸透に発して、殴り合いに発展しそうだった。我々は辛くも離れることができたという。その結果、 我々の関係は張り詰めたものとなり、数年間にわたってストラビンスキーは私に批判的な態度を取った。1922年3月には、母と共にバイエルンのアルプス山にある小村、エッタルに移り住み、1年以上の期間を費やしワレリー・ブルーソフの同盟の小説に基づくオペラ、炎の天使に集中した。この頃になると、プロコフィエフの音楽は、 ロシア国内にファンを獲得しており、帰国の誘いも受けるようになっていたが、彼はヨーロッパ残留を決意する。1923年には、スペイン人の歌手であるカロリナ・コディナと結婚、その後パリへと戻った。パリでは、公共曲、第2番などの複数の作品が演奏されたが、反応は熱のこもらないもので、プロコフィエフは自分が、 どうやらもはや大きな評判にはならないと感じ取るようになる。それでもこの公共曲を耳にしたことでディアギレフはバレエ、鋼鉄の歩みを移植することになったとみられる。ソ連の工業化を描写することを意図したモダニストのバレエ作品であった本作はパリの聴衆と評論家から熱狂的に迎えられることとなった。1924年頃、プロコフィエフは クリスチャンサイエンスに招かれた。彼は健康と気象の荒さに役に立つと信じてその教えを実践するようになった。電気作家のサイモン・モリソンによれば、その後生涯を通じて教えに忠実であり続けたという。プロコフィエフとストラビンスキーは友好関係を回復する。しかし、プロコフィエフは当時の新作であった八重奏曲やピアノと、 感覚器のための競争曲に見られるように、ストラビンスキーがバッハを様式化することを特に毛嫌いしていた。ストラビンスキーの側では、プロコフィエフを現代最高のロシアの作曲家であり、自分に続くものであると評していた。1918年頃のプロコフィエフ。1927年には、初となるソ連への演奏旅行を実施した。 2ヶ月を超える期間をモスクワとレニングラードで過ごし、キーロフ劇場では3つのオレンジへの恋の上演で大きな成功を収めた。1928年には上演されないままとなっていたオペラ、炎の天使から広く題材を取る形で公共曲第3番を完成させた。指揮者のセルゲイ・クーセビツキーは第3番を チャイコフスキーの6番以来の最も偉大な公共曲と評した。しかし、その間にクリスチャンサイエンスの影響下にあったプロコフィエフは印象主義的様式、並びに炎の天使の素材に背を向けるようになっていた。彼は今や自身が、 新しい単純性と呼ぶものを好んでおり、1920年代の現代音楽の多くを占めた工夫と複雑性よりも強く心からこれを信じていた。1928年から1929年にかけてディアギレフのためとしては最後となるバレエ、宝刀息子を作曲する。1929年5月21日にパリで行われた初演は、 ジョージ・バランシンの振り付けで、セルジュリー・ファールが、タイトルロールを踊った。聴衆と評論家は、最後に、宝刀息子が父に迎え入れられるために膝をついて、舞台中を引きずり歩く場面に衝撃を受けた。このシーンに付された音楽について、ディアギレフはプロコフィエフが、かつてないほど成長、簡素、戦慄的、そして柔和であったことを認めている。 このわずか数ヶ月後にリアギレフはこの世を去った。その夏にプロコフィエフは1925年に着手していたディベルティメント作品43を完成させ、音楽院時代の作品であるシンホニエッタ作品を48の改訂を終えた。同年10月に休暇からパリに戻るために家族を乗せて運転する、途中で事故に見舞われる。車は横転し、プロコフィエフは 左手の筋肉の一部を痛めてしまった。これにより、事故のすぐ後に行われた演奏旅行で訪れたモスクワでの公演は、中止せざるを得なくなったものの、客席から自作曲の演奏を楽しむことができた。また、このことが、帰って新しいソビエト音楽を数多く聞き、数年ぶりに、ロシアの音楽家たちとの交流をするきっかけとなって、母国への帰郷に導く役割を果たした。 ボリショイ劇場では、バレエ、鋼鉄の歩みのオーディションに加わり、ロシアプロレタリア音楽家同盟のメンバーから作品について尋問を受けた。彼が受けた質問は次のようなものである。描かれている工場は、労働者が奴隷である、資本主義者の工場なのか、労働者が主人であるソビエトの工場なのか。もしこれが、ソビエトの工場であるなら、プロコフィエフはいつ、 どこでこれを取材したのか。1918年から現在に至るまで海外暮らしを続けており、最初にこちらに赴いたのは1927年の2週間であろう。プロコフィエフはこう回答した。それは音楽ではなく政治に関わることですのでお答えいたしません。ラパムはこのバレエを平板で低俗な反ソビエト的一は、 ファシズムに近接した革命に反する楽曲と断罪した。ボリショイ劇場はこのバレエを拒絶するしかなかった。左手が回復したプロコフィエフは、その頃のヨーロッパでの成功にも支えられて1930年代の初頭に米国ツアーを成功裏に終えた。この年に、パリ国立オペラで首席バレエダンサーとなっていたセルジュリー・ファールの移植に応えて、初めて、 ディアギレフとの関わりがないバレー、ドニエプルの岸辺で作品51の作曲に取り掛かった。1931年と1932年にはピアノ競争曲第4番とピアノ競争曲第5番を完成させている。次の年には公共的な歌作品57が完成される。友人のミャスコフスキーはソ連の中でこの作品を聴くことになる。 人々のことを念頭に、プロコフィエフに次のように語っている。我々にとっては、今一つです。ここには、モニュメンタリズムにより、我々が意図するものが欠けています。それは、あなたが、自家や苦労中のものとする、よく知られた単純性と広い輪郭ですが、一時的に注意深く避けているのです。1930年代初期までには、ヨーロッパとアメリカは、 世界恐慌に苦しめられており、新作のオペラやバレエの上演は難しくなっていた。しかし、ピアニストとしてのプロコフィエフを聴きに来る聴衆の数は、少なくともヨーロッパでは、減少を見せなかった。それでも、自らを何よりもまず作曲家であると考えていた、プロコフィエフは、ピアニストとしての出番のために失われる、作曲の時間の量に怒りを募らせていった。 一時ホームシックにかかったこともあり、ソ連との間に太い関係性を築き始めたので、あった。ラパムが1932年に解散すると、プロコフィエフは、祖国とヨーロッパの間で、音楽大使として活動するようになっていき、作品の初演と移植に関してはソ連からの参上を得ることが多くなっていった。例えば、キーゼ中尉は、ソ連の同盟の映画のための音楽として移植された。 作品である。他にも、レニングラードのキーロフ劇場からは、バレエ、ロメオとジュリエットの移色が入った。この作品は、アドリアン・ピオトルフスキーとセルゲイ・ラドロフによって、ドラムバレエという発想で創作されたシナリオに曲を付けたものだった。ラドロフが1934年に、キーロフ劇場に辞表を叩きつけるという事件が起こり、モスクワのボリショイ劇場と、 新しい契約への署名が行われたが、これはピオトルフスキーが関係を維持するとの申し合わせの上でのことだった。しかし、シェイクスピアの原作とは異なって、バレエに用意されたハッピーエンドをめぐって、ソビエトの文化に関わる役人の間に論争が巻き起こり、芸術委員会の議長を務めていたプラドン・ケルジェンツェフの命により、 ポリショイ劇場のスタッフの見直しが行われる間、上演は無期限延期となってしまった。親友のミャスコフスキーは、何通りもの書簡の中でどれだけプロコフィエフに、ロシアにいて欲しいと思っているかを綴っている。プロコフィエフと二人の息子、スビアトスラフ、オレグ、そして最初のツマリーナ。1936年に4年にわたって、 モスクワとパリの間を行きつ戻りつした後の1936年、プロコフィエフは、モスクワに今日構えることにした。同年には、彼の、全作品中でも指折りの知名度を誇る、ピーターと、オオカミが、ナターリャ・サーッツの中央児童劇場のために作曲された。サーッツはさらにプロコフィエフに2曲の子供用歌曲、スウィート、ソングと、チャターボックスを書くよう説得し、これらに、 ザリトルピックズを加えて最終的に3つの子供の歌作品68として出版された。プロコフィエフはさらに巨大な10月革命20周年記念のためのカンタータを作曲し記念の年中の初演を目指した。しかし、これは芸術委員会を前にしたオーディションを要求したケルジェンツェフによって巧みに阻止されてしまう。何をしているつもりかね。 セルゲイ・セルゲイ・エビチ、人民ものもであるテクストを取り上げて、そこへ、このような理解不能な音楽とつけるとは、このカンタータが部分的な初演を迎えるのは1966年4月5日、作曲者の死からさらに13年の時間を待たねば、ならなかった。新たな環境に内心不安を感じつつも順応を強いられたプロコフィエフは、公式に承認された。 ソビエトのを歌詞として用いて、ミサ曲を作曲した。1938年、セルゲイ・エーゼンシテインと歴史女子史による映画、アレクサンドルネフスキーを共同制作し、プロコフィエフ作品でも、有数の独創的かつ劇的な音楽を書き上げた。映画の方は、非常に粗末な録音状態となったが、彼はこの劇版を、メゾソープラの合唱と還元楽のためのカンタータ アレクサンドルネフスキーへと改作、多くの演奏と録音に恵まれた。アレクサンドルネフスキーの成功に続き、初となるソビエトを題材にしたオペラ、セミオンカトコを書き上げる。これは、フセボロドメールホリドの演出による上演を目指したものだったが、メールホリドが1939年6月20日に、スターリン秘密警察組織であった内務人民委員部に逮捕され、 1940年2月2日に、銃殺されたために初演は延期となった。メールホリドの死からわずか数ヶ月後に、プロコフィエフは、招待を受けて、スターリンの60歳の誕生日を祝うカンタータ、スターリンへのノリと作品85を作曲している。1939年の暮れ、今日では、戦争ソナタとして、広く知られる、ピアノソナタ第6番、第7番、 第8番が作曲された。初演は、それぞれ、第6番が、プロコフィエフ自身によって1940年4月8日に、第7番が、スビアトスラフリヒテルによって1943年1月18日に、モスクワで、第8番が、エミール・ギレリスによって1944年12月30日に、モスクワで行われた。 その後はとりわけリヒテルがこれらの作品を擁護した。電気作家のダニエル・ヤッフェはプロコフィエフが無理をして私服のスターリンを喜ばしく歓喜させる楽曲を作ったが自分がその役割を演じていたのだということそして後の三つのソナタでは自らの真の心情を表現したのだと人々に信じてもらいかったのであろうと論じている。その証拠としてヤッフェは ピアノ・ソナタ第7番の中間学章で、ロベルト・シューマンのリーダー・クライスから、悲しみの主題が引用されていることを挙げている。その歌詞は次のような内容である。私は時に嬉しいかのように歌い、人知れず涙を流すことで心を解き放っている。ナイチンゲールは、老の深みから脱することを切に願って、歌をさえずる人々は喜び、その痛み。 歌に込められた深い悲しみを知ることはない。皮肉にも、第7番のソナタは、スターリン賞の第2席、第8番は、第1席を獲得した。その間、ようやく1940年1月11日になって、ロメオとジュリエットが、レオニード・ラブロフスキーの振り付けによって、キーロフ・バレエで上映を迎えた。居合わせた者が皆驚いたことに、踊り手たちは、 楽曲のシンコペーションのリズムへの対処に苦労して、公演をボイコットしかかっていたにもかかわらず、バレエはたちまち成功を収め、ソビエトの劇的バレエの頂点に君臨する偉業とみなされるようになったのであった。プロコフィエフと2番目の妻、ミイラ・メンデリソン・プロコフィエフは、レフトルストイの女子的小説、戦争と平和を題材としたオペラの構想を温めており、 1941年6月22日にバルバロッサ作戦におけるドイツ国のソ連への進行開始の知らせでこの主題が一層辞儀を得たものに思われるようになった。彼は2年をかけて自分自身の手による戦争と平和を書き上げた。戦火を逃れるため他の多くの芸術からと共にまずコーカソスへと疎開し、そこで弦楽史重奏曲第2番を作曲している。 1939年に出会っていたリブレット作者のミイラ・メンデリソンとの関係がもとで、この頃までにプロコフィエフと妻のリーナはついに別離に至っていた。喧嘩別れとなっていたにもかかわらず、プロコフィエフはリーナと息子たちにモスクワを出る避難民として一緒に行こうと説得したが、リーナは泊まることを選択した。戦時中は作曲からに課せられた。 社会主義リアリズムの様式で書かねばならないという制約は弱まっており、プロコフィエフは外して自らのやり方で作曲を行うことができていた。バイオリン・ソナタ第1番作品80、公共組曲、1941年作品90、カンタータ、名もない少年のバラード作品93はすべてこの時期に生まれている。 1943年には、カザフスタン最大の都市であるアマルアタで、エーゼンシュテインと交流し、映画音楽、イワン・ライテイ、そして彼の作品中でも指折りの戦立日で賞賛を集めるバレエ、シンデレラの制作を行った。この年の初めには、戦争と平和からの抜粋を、ボリショイ劇場共同体の面々に演奏したが、ソビエト政府の意見によりこのオペラは何度も、 改定されることとなった。1944年には、モスクワ郊外にある作曲家たちの居留地にて、公共曲第5番作品100が書き上げられた。1945年1月13日の初演では、彼自身が指揮棒を握った。これは1944年12月30日の、ピアノソナタ第8番と、同じ日の、イワン・ライテ第1部の初演が大きな成功を収めて、 わずか2週間後のことだった。ピーターと狼及び古典公共局と一緒にプログラムに並んだ第5公共局の初演により、プロコフィエフはソビート連邦の主導的作曲家として名声の頂点に達したかのように思われた。その後まもなく慢性高血圧により転倒し、異行脳浸透に苦しむようになる。 この症状の完全な回復が訪れることはなく、医師の助言により作曲活動に制約を課されることになってしまったのであった。左からプロコフィエフ、ドミートリー・ショスタコービチ、アラムハチャブリアン。1946年。戦後の作品となる、公共曲第6番や、ピアノ・ソナタ第9番を作曲する時間を持つことができたプロコフィエフは、ジダーノフ批判にさらされることになる。 1948年の初め、アンドレイ・ジガーノフの招集により開かれたソビエトの作曲家の会合に続き、政治局は作曲家らを非難する決議を行った。形式主義の罪の対象となったのは、プロコフィエフ、ショスタコービチ、ポポフ、ミャスコフスキー、ハチャトリアンであり、音楽を不快な音響へと変質させるような混濁し、 神経に触る響きを選んだことによる古典音楽の基本原理の放棄であるとされた。プロコフィエフの作品では、1941年、戦争終結に寄せる、昇歌、祝典誌曲、30年、花酒偉大な国土よ、名もない少年のバラード、ピアノ商品集、思想、そして、ピアノソナタ第6、第8番が演奏禁止となった。 作品を禁止されるということの裏に認められる脅威により、検閲を逃れた楽曲すらももはや演奏されなくなっていた。1948年8月までにプロコフィエフは過酷な財政的困窮に陥り、個人で抱えた借金は18万ルーブルに上った。1947年11月22日、プロコフィエフは疎遠となっていた妻に対する離婚手続きの開始を、 裁判所に申請する。5日後に出された裁判所の裁定は、婚姻はバイマル共和国で行われたものであるから、法的根拠がなく、ソビエトの役所へとの届け出もなされていない、従って法的効力がなく無効であるというものだった。二人目の裁判官が評決を支持し、彼は1948年1月13日にパートナーのミラと結婚した。 最初の妻であるリーナは、スペインにいる母に送金しようとしたとして逮捕されて、スパイ容疑で告発された。9ヶ月にわたる取り調べが行われ、ソ連最高裁により20年の重労働の判決が下った。8年後の1956年6月30日に、釈放された彼女は、1974年に、ソビエトを後にしている。ロストロポービチとプロコフィエフ。 文化に関わる要人を必死に怪獣しようと試みた真の男の物語を含むプロコフィエフ後期のオペラの計画群はした叩く間に黄色塗劇場にキャンセルされてしまう。すげない拒絶と衰えいく健康が相まってプロコフィエフは次第に表舞台から身を引いていった。様々な活動からの引退は愛してやまなかった。チスにまで及び徐々に 自分自身のための仕事に専念していった。1949年に生じた深刻な再発を受け、主人らは彼に作曲する時間を1日1時間に制限するよう要請した。1949年の春、22歳のムスティスラフ、ロストーロポービチのためにチェロソナテハ長長作品119を作曲、1950年に、 ロストロポービチとリヒテルによって初演された。ロストロポービチに向けては、チェロ競争曲第1番に大幅に手を加えて、チェロと還元楽のための公共的競争曲へと、開作しており、今日では、チェロと還元楽のための記念碑的作品となっている。プロコフィエフが、最後に公開演奏に姿を現したのは1952年10月11日に、 行われた公共曲第7番の初演だった。これが完成させることができた最後の対策となる。この公共曲は青少年のラジオ曲のために書かれたものだった。ノボデビチ墓地にあるプロコフィエフの墓。妻のミイラの墓石が下に見える。プロコフィエフは1953年3月5日に61歳で、この世を去った。スターリン政と同年同月同日。 その3時間前であった。プロコフィエフが住んでいたのは赤の広場近くであり、スターリンの死を悼む群衆が3日間にわたって詰めかけたために、ソビエト連邦作曲家同盟本部でプロコフィエフの葬儀を行うことはできなかった。彼の自宅周辺では、霊柩車の使用が認められなかったため、棺は人の手により裏道を抜けて、スターリンの亡骸へ訪れる。 人々の群れとは反対の方向へ運んでいかねばならなかった。約三十人が葬儀に出席し、ショスタコービチも参列した。ショスタコービチは顔を合わせた時には馬が合わなかったようであったが、その後の年月で関係性は友好的なものへと変わっており、プロコフィエフに次のように手紙を送っている。私はあなたに少なくとも、 あと100年は生きて創作してもらいたいと願っています。あなたの第7公共曲のような作品を聴くことで、生きることはもっと容易で喜ばしいものとなるのです。遺体はモスクワのノボデビチ墓地に埋葬された。ソビエトの主要な音楽定期法では、プロコフィエフの死を116ページに込み出しとして掲載しており、そこまでの115ページはスターリンの死亡記事に裂かれている。 プロコフィエフの死因は脳内出血であるとされるのが一般的である。彼は最後の8年間を慢性疾患に悩まされていたのである。妻のミイラ・メンベリソンは二人で暮らした同じモスクワの自宅で晩年を過ごした。夫の書類を整理し彼の音楽の普及に努め自身の回顧録を記した。回顧録執筆はプロコフィエフによって強く勧められてのことだった。 コロ録の仕事は彼女にとって困難なものとなり、未完成のまま生涯を終えることになった。メンデリソンは1968年にモスクワで心臓発作を起こして高い、夫に先立たれてから15年が経過していた。彼女の財布には1950年2月の日付と、プロコフィエフ、メンデリソン両名の署名が入ったメッセージが残されていた。そこには、 私たちは隣り合わせに葬られることを望むという簡潔な指示が書かれていた。二人はノボデビチ墓地で一緒に眠りについている。リーナ・プロコフィエフはプロコフィエフの死後も長く生き続け、1989年にロンドンで息を引き取った。元夫の音楽からもたらされる印税は多少の収入とな、いた。彼女はピーターと狼の語り手を引き受けたこともあり。 ネーメヤアルビシキ、ロイヤルスコティッシュ管弦楽団演奏の録音がシャンドスから反布されている。二人の間に生まれた息子のスビアトスラフは建築家、オレグは画家、彫刻家、詩人となり、二人とも生涯の多くを父の人生と作品の普及のために費やした。プロコフィエフ生誕1 0 0周年にあたる1991年に発行されたソ連の15コペーカギってに描かれた、 プロコフィエフの肖像。アルティュール・オネゲルはプロコフィエフが我々にとって現代音楽最大の人物であり続けるだろうと明言しており、アメリカの学者であるリチャード・タラスキンはプロコフィエフの他にない全音階による旋律を書く才能は20世紀の作曲家の中では事実上並ぶもののないものであると認識している。一方、西側諸国における プロコフィエフの名声は一時期冷戦に伴う反発感情に苦しめられ、彼の音楽は続く世代の音楽家により大きな影響を与えたとされるイーゴリストラビンスキーやアルノルト・シェーンベルクが受けているような尊敬を西側の学者や評論家から勝ち得るに至っていない。今日ではプロコフィエフは20世紀の音楽の中でも最も人気のある作曲家であると言っても差し支えない。彼のオペラ、 バレエ、室内楽曲、ピアノ曲は世界中の主要なコンサートホールで日頃より取り上げられており、還元楽曲一つをとっても、アメリカではリハルト・シトラウスを除く過去100年のどの作曲家の作品より頻繁に演奏されているのである。生まれ故郷のドネツィク州では、ドネツィク国際空港がセルゲイ・プロコフィエフ国際空港に改称し、ドネツィク音楽、 教育研究所が1988年にドネツィク州立 SS プロコフィエフ音楽アカデミーに名称を変更してプロコフィエフを称えている。プロコフィエフは自身の作品を構成する要素として古典的な要素、近代的な要素、トッカータ、もしくはモーターの要素、序情的な部分、グロデスクの5つを挙げている。初期には求心的な作風をとる一方、 長期の海外生活中の作品は、次第に新古典主義的で怪獣なものとなったが、ソビエト連邦への帰国後は、社会主義リアリズムの路線に沿った作風へ転換し、現代的感覚と豊かな叙情性を合わせ持つ、独自の境地へ至り、多くの傑作を生んだ。快活なリズム感、斬新な還元楽法は、ティシチェンコやシチェドリンなど、 後代のロシアの作曲家に影響を与えた。プロコフィエフは1932年6月に自作のピアノ競奏曲第3番の世界初録音をピエロ・コッポラの式でロンドン交響楽団とヒズ・マスターズ・ボイスに残している。また一部ピアノ独奏曲の録音も1935年2月にパリの HMV で行っており、パールとナクソスから CD が刊行されている。 1938年には、モスクワフィルハーモニー還元楽団を指揮して、バレエ音楽、ロメオとジュリエット第2組曲を録音し、LP と CD で販売された。この他のモスクワフィルハーモニー還元楽団との、録音としては、ダビッド・オイストラフをソリストに迎えた、バイオリン競争曲第1番が、エベレストレコードから LP で販売された。記載の情報とは異なり、指揮者は、 アレクサンドルがウクであった。プロコフィエフがオペラ、戦争と平和から数曲を演奏し、その音楽について解説する短い映像フィルムが発見されている。プロコフィエフは海外にいた1918年頃にいくつかの短編小説を書いている。2003年にロシアで刊行され彼の新たな才能が知られるようになった。作品の多くが 当時のモダニズム文学の流れを組むもので、エッフェル塔が歩き出すといった、奇想天外な内容である。しかし彼の作家活動は3年程度で、終わり音楽活動に専念することになる。日本語訳版は2009年に群像者より、刊行された。プロコフィエフはたびたび過去の自作を大幅に改定し、それらに、新しい作品番号を与えることがあった。また、 バレエ作品などを組曲とすることもあり、それらにも新しい作品番号を与えている。ありがとうございます。